はい、どうもこんにちは、初めましての方は初めまして、いつも動画をご覧になっている皆様には今回もお世話になっております。コーヒー好きなチャイと申します。キチポケモンベガを実況ナンバー26はなんといきなりねディアルガとファルキアと対決になります。さあ楽しいクライマックスはいきなり訪れた。それでは対決いきたいと思います。さあこのねなんとも言えないWB リーダーズの2人が勝負仕掛けてきた。なんとねダイゴとねミクリがねなんか悪になっております。これはどういうことだ。ファルキアとディアルガ何が起きたのか分かりませんが、この二人に勝負を挑まれましたのでね、やっていきたいと思います。確かね、ディアルガって、鋼ドラゴンだから、フロリアとバフォットじゃまずいんだったな。いや、鋼だから、鋼同士だから、ここは、いや、なんでもない。普通に、ゴリチュウと、でも、ここは、あれですね。スパイサーを下げるためにフローリアは残しておきましょう。ゴイチュウの波動弾でディアルガーどんどん倒していきたいと思います。てかフローリアはスパイサー勝ってるんだよね何気に、まあ、ゴイチュウがそんな高くないからまあ補強しておきましょうか。ハイドロポンプうわいきなりかとなるとこれはファマインは出せないですね。あ耐えるかな耐えるよ耐えるよ耐えてよ耐えてよ耐えてよ急所はないな急所はないな。うん仕方ない。ここはリーフィスの耐久力でマヤドリギの種をやっときましょうかね。ちょっとフロリアはいやでも波動弾食らう確率も考えると捨てかな捨てに出るか。でもねやっぱ若干攻撃はしておきたいんですよね。凍える風もうサポートに回ります。フロリアはもうひたすらね素早さを下げるしかない。うんやるしかない。そしてディアルガをじわじわやっつけていく。ちょっと悪説だ。耐える耐える耐えた耐えた。あそうだ悪説弾を普通にやっちゃうんだった。まあこれはしょうがない。さあペガーンなら耐えれますからね。あの波動弾とか、まあ、悪説弾は耐えれますからね普通に。さてとどうするかな。もう一回これはパルキアにやっておきましょう。で空に逃げるかここは。さあ逃げよう技を避けます。そしてリーフィスでひたすらね体力を奪っていくという作戦。大丈夫だよね。よしちょっと時の方向でせっかくリーフィスがやってくれたのによやばいなこれ。あでもヤドリギの効果は残ってた。よかったよかった。これは美味しすぎる展開。さあねまあディアルガはね一旦動けないですからね。ここはどうするかな。元気のかけら1個しかないんだよね。どうしよう誰を回復させるか。ほんとここ迷う。押せる押すならゴリチュウだけど耐えましょう。リーフィスで耐えてもらいましょう。どんどんちょっと外さないで。あペガの方に来たかよかったよかった。ふうよかったよかった。これ結構地味に便利。いや地味に便利ですねこれさあどうしようか。炎のパンチをディアルガに当てて、どうすかな。
これは結構迷うな。ペガンも攻撃に回る。よし、リアルガをとりあえず倒す、それが先です。よし、やけどきた、やけどきた、やけどきた。ああ、なんとかディアルガーやっつけました。よし、ふう、まあちょっとペガンやられるのはしょうがない。こうなるとバフォットは温存しておきましょう。バフォットはタイプ的に有利です、優秀ですからね。よっしゃ、さあどんどんやっつけていきましょう。リーフブレードとサイコパンチ、さあいけるか、とどめ、おお倒した。よっしゃー、よーし、レベルアップ、なんとか倒しました。やはり自分で育てたポケモンでないと君に勝つのは無理だったか。あはは、素晴らしいよ、 PH 団に入ってほしいくらいさ。15,040円。ゲゲ、なんてことだよ、まったく。そうだ、ボスの妄想に急がないと。じゃあな小僧。僕は夢でも見てるんだろうか。気がついたら突然見知らぬ場所にいるし。なるほど、これは夢だったのか。さあ夢なら早く覚めてくれ。いなくなりましたね。終わりましたか。ここはん？な、何があった何があった、なんでこんな二人の、俺も見ちまったよ、ディアルガとパリキア。すごいな、ミル博物館の模型にそっくりだ。模型じゃなくてあれ本物ですよ。ディアルガとパルキア、時が来れば全く出会えるんじゃないか。それとももう戦った後なのかい。もう戦った後です。そして何が起きたんだろうか、さっきの倍速にしちゃって分かんなかったな。まあ DH 団はいなくなった感じですね。はい、よっしゃ、あーふーい、ふう、わお、薬じゃなかった、スプレー使うんだった。さあ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 、はあ抜けれたと。ちょっとパニックってる、パニックってる、若干パニックってる、操作パニックってる、うん。いやーね、まあいきなりクライマックスというね状況を作り出してしまいましたのでね、その後がどうなのかって感じですが。いやーほんと強かった、あの二人。うん、はい、まあ強かったですね。はい、じゃあね、続きをねやっていきたいところですが、ちょっと撮影時間があれだな、キャプチャー時間がもう9分になってしまった。じゃあジム前で一旦カットしましょう。今日はジムリーダーの手前まで行きたいかな、行きます。それでは一旦カットします。はい、じゃあね再開していきたいと思います。じゃあこのジムにね入っていきたいと思います。まあレベルアップはしていないです、こんな状態です。てか4つ目のね45レベルから大してそんな変わってないですよね、5個目といい。はい、じゃあ行きましょう。レベルアップちょっと若干サボり気味なんで勝てるか分か、なんでこんな暗いの。開始から暗い。元気にしようや、チャンピオンを目指すチャリー。ここのジムリーダーサザンカはゴーストタイプを使う。ノーマル格闘の技ではダメージを与えることすらできないぞ。じゃあ、気張ってこう。いや、気張ってこうって言うにしてもな。ヒュー、落ちる音がした。
枕で驚いた？闇に目が流れるとどうってことないわよ。目が慣れるとって言ってもな、目が慣れたところで見えないんじゃ意味がない。さあユカリアですね。あーユカリア調べてくの忘れた、くそ。まあどうせ戻りますからね。うん、こいつはあれか、悪に弱いですね。ゴースも騙し討ちでいいかな。紙砕くまではいかなくていいか。これどういけばいいんだろうな。勝てば見えるようになる仕組みであってほしい。でどうすればいいんだこれは。なんかなんとなくいけてる。本当だよ。もう本当にそうだよ。こう本当どこだよって感じですよ。シャドーボールか。にしてもやっぱり早いですね、素早さが。うん、さすがゴーストだ。ところでこれの弦外の進化の仕方ってどうなんでしょうね。通信交換にしてもこの改造版でどうやって通信交換機能を使えと。サダンカ様、サダンカ様じゃなかった、サンだった。学んだゴーストタイプの極意今お見せします。さあその極意とはどんな感じなのか。刹那ですね。バフォート、どうすかなこれは。そろそろ元気のかけらが欲しい。半玉確かゴーストタイプでしたね。わいかくか。あれ格闘もあったような気がする。あったか。恨み、そうだよ。ちょっと急がなきゃいけない。うっそー、信頼です。とどうすか。あーもうないわ、くそ。こう言ってこう言って、なんでだよ、くそ、まずいよこれ。あーくそ、こうしてこうしてこうして、こうしてからのからの9ですよ。もうこうしてこうかなー、むずいな、ちょっと行き過ぎた。あーやばいやばいやばい、これホラゲー並みです。ホラゲー並みにやばい。上か上か、なんでだ、違うのか。どうすればいけるんだこれは。本当にどうやればいけんだこいつ。こう、なんで違うの。こうしてこうしてこうこう、なんで。どういくの、どういくのマジで。うん、違う、どういくんですか教えてください。ムカつくなこういう展開。ほんと嫌いなんですよこういうの。あーもうどうやっていけと。さあどうすればいけるんでしょうか。お、なあー違うか。ここまでは OK。 ナイス、これでもないのか。どうやればいける本当に。本当にルートがない。やばいやばいやばすぎる、やばすぎる、本当やばい。ルートがありません、ルートがありませんでした。はい、終わりですねこれは。もう積みました。積んだなこれは。うん、積んだな。やばいやばい。
なんでだっていうね。どうすればいけんの。だってこうでもないでしょ。え、どういけばいいの。本当にどういけばいいの。こうか。違う。ん？あー、くそ。今なんか壁みたいなのがあった。今壁みたいなのがあった。うん。なんかあった。なんかあった。なんかあった。なんも反応するわけもないか。これ、この先進めないんですけど、どうすればいいの？本当に。無理です。無理です。積みました。積みました、これは。誰かヒント教えてください。もう切実に教えてください。もうダメです。積みました。これダメです。どこ行ってもダメです。もうどうすればいいの、本当に。だからどこ行けばいいのって。急方向全部行ったよ。なんでなんで行けないんですか。なんで行けないんですかってもう、ん？まさか、まさかの、まさかの。こう勘違いでした。はい、勘違い大津です。はぁ、あ、ダメだな。どこ行けばいいの本当に。わかんない。どこ行けばいいの本当に。ダメだ、ダメ、もうダメ、ほんと積んだ。どこ行けばいいのって。もうダメ、もうダメです。わかりません、もうわかりません。積みました。だって急方向行ってもわかんないんだもん。おかしいでしょって、急方向行っても通れないとか。え？いや、おかしいでしょって、もう気違いだろ、ほんとに。急方向行ってもいけないとか、気違いだろ、ほんとに。それ、何のヒントにもなんないよ。いやいやいや、もうダメです。積みました。もう、次回パートまでにちょっと考えておきます。はい。それでは、終わりにします。ご視聴ありがとうございました。すいません、本当に。